はい、どうも、たまごちです。今日はちょっと久しぶりに、腹が立ってるというか、そういう話をちょっとしたいなと思うんですけど、しばなんチャンネルのあやなん、ですね。俺、ほとんど動画は見てないんだけど、YouTuber 同士で結婚をして、お子さんもいてっていうことで、幸せだったら、それが一番いいことだと思うんですけど、その中で、この状況下の中、誕生日会はね、他の YouTuber さんが開くっていうことで、開いて、その辺でおしっこはするわ、なんだったらそのあやなん自体も既婚者であるにもかかわらず、他の男性のこう、足をね、ギュッて握って、大変なことになってて、それについてちょっと今日話をしたいなと思うんですけど、週刊文春がそれを取り上げたんだけど、取り上げた、っていうことについて、他の YouTuber、これがね、またすごい数なんだよね。で、マスクもなしに、夜中までやってたのかな？そんなに空いてるお店あんの？その都内っていうのはわかんないんだけど。で、もうみんながみんな泥酔するぐらい、どんじゃかやってたみたいで、俺はね、誕生日会、するっていうことについてはちょっと反対なんだよね。あやなん自体はさ、既婚者で、で、誕生日でしょ。家族と一緒に過ごしたいとかさ、子供と一緒に過ごしたいっていうふうには思わなかったのかなって思ったんだよね。でも、お母さんでさ、で、サムネにもしてるけど、なんて言うんだろう。この人お母さんじゃなくてよかったよね、みたいな、その自分が子供だったとしたらね。俺も7歳の息子がいるからそう思うんですけど、こんなお母さん嫌だよね。で、俺はほら、母親と絶縁したりしてるし、親にあんまり恵まれなかった、人生だったんで、ああいうのを見てさ、すごい嫌悪感しか感じないわけよ。いや、ほんとクソだなって思う。本当に、こいつ母親だったらクソだなって思う。コロナ禍だからとか、そういうことじゃなくて、こいつが母親だったらマジで嫌だなっていうふうに思ったんだよね。他の男性の足にこうギュってね、抱きついたりしてさ、何してんのっていう。その旦那さんが悪いとか、そんな話も出るけど、それとこれとは別の話で、完全に。今回の話は完全に別でしょって。で、結局、ルイは友を呼ぶっていう、ことわざがね、昔の人はよく言ってたんだけど、よく言ったもんだなと思って、結局誰か、ちょっと、今はそういうのちょっと良くないんじゃないですか、みたいなことを言える人も結局一人もいなかったんだなっていう、そういう話ですよね。言ってしまえば、そういう人にはそういう人がつくんだろうと。みんなその何百万人の登録者がいるとかって言ってるけど、関係ないよね、そんな話。道端でおしっこするような何百万人の YouTuber 登録者がいるって、いやどうでもいいわ、そんな話って。自分で価値を落としてるよねっていう話でもあるし、仕事としてやってんだったら、絶対やっちゃいけない話でしょっていう話で。俺が今日ね、その一番、久しぶりにこう、バッて怒ってるのは、お前母親だろっていう部分。母親っていうものに関しては俺自体があんまり恵まれなかったから、こんなやつ母親だったら絶対嫌だよなって子供は絶対思うわけよ。家族のさ、動画とか上げてんだけど、金儲けのためだよねっていう。でも子供はほんとかわいそうだなと思うわ、あんな姿。さらされるからね、YouTuber は。一般人とはもう違いますみたいな区分になってるけど、一般人以下だよ。ゴミです。はい。今日はそういった話でした。田中でした。